はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけれども、丸の内オイルの出勤退勤を撮影してきました。で、昨今のコロナの影響によって基本的にはリモートワークメインではあるんですけど、急遽呼び出しを食らった、そんな一日の様子をお見せしたいと思います。で、今回はですね、愛車の WRX ではなくてトヨタさんの新型ハリアーをお借りしております。で、この車の詳しい内外装についてはまた別の動画で紹介していきたいんですが、今回は新しい車だからこそついている便利機能を使ってとあることをしていきたいと思います。果たして何でしょうか？じゃあ、それでは丸の内オイルあまねこの出体験の様子を覗いていきましょう。寒い。お家に帰る。ちょっとね、これからハリアーで着替えていきたいと思います。よいしょ。これから着替えていかなきゃいけないのか、やだよ。着替えなきゃいけないの、やだよ。お家でぬくぬくお仕事していたのに呼び出されてしまいました。急いで出てきてしまったせいで着替えてくるのを忘れたんだよね。だからちょっと今日はいつも車中泊チェックしてるけど、そのトランクルームを使いまして、今日はお着替えをしていきたいと思います。じゃあね、ちょっとね、スーツにお着替えします。ああ、見せれないよ。でも、いきなりスーツ着て刺繍だなんて、もうやだよ。働きたくないよ。お家に引きこもりたい。悲しいかな。あ、OK、これでいいんじゃないでしょうか。あ、でも意外とちゃんと着替えれるじゃない。やるね、ハリアーのね、トランクルームどれぐらいの容量ですか？つけといて。でも結構広いんだよね。高さはそんなにないけど、それなりの奥行きがある。シートをね、後部座席のシートを通すとほぼほぼフラットになるから、それがまた良き。はい、なんとかね、無事にお着替えできたんで、これからじゃあお仕事行ってきます。嫌だけど頑張ってきます。行ってきます。あ、疲れた。ただいま戻りました。あ、疲れた。何もする気が起きない。運転する気も起きない。中で休憩してから運転して帰ろうかな。あれ、どこだっけ、なんかあったんだけど、どこに行ったんだ。あ、じゃあ普通にこけそうになった。どこだっけ、どっかに置いてあったはず。あ、これじゃん。あ、あった、ありました。これオッドキャストっていうらしいんですけど、なんかね、これを車のナビにつなげてあげると YouTube とか Netflix とか見れるようになるらしいんですよ。ちょっとね、これ試してみたいと思います。ちょっとこれを開けてみると、よいしょ、なんかこんな感じの、なんか強そうな何かしらが入ってます。ハードディスクみたい。で、その下にこれか、
かねコードがね入ってるんですよね。これかで、これでコードで専用の付属のコードをつなげてあげるとそれですぐ見れるようになるらしいんですよ。初めて使うんですけど、ていうかね、まず Apple CarPlay を搭載している車に乗ったのが初めてです。ちょっとちゃんと自分でできるかな、ね、こんな感じでコードを挿してあげて、で、ここ新型ハリアーであればここに USB の差し込み口があるんでね、ここに突っ込んであげましょうと。よいしょ、あ、刺さりましたね。あ、あら、Apple CarPlay 起動しました。すごい、これでもうすぐ YouTube 見れるってことか。なるほど、このオッドキャストにつなげてあげることでこの画面自体はなんかスマホみたいな感じで使えるようになるんですけど、ただね、これ Wi-Fi を別途必要としてるんですよね。ネットにつながってないタブレットみたいな感じの状態になっているので、これをまず Wi-Fi をつなげてあげる必要があります。ということで、まず自分のね携帯スマホでテザリングしてみましょう。インターネット共有をオンにしたので、これで設定を押して、で、インターネット Wi-Fi を iPhone を探せ、あった、いた、いました。で、これで自分のスマホのテザリングのパスワードを入れてあげましょう。で、これで今自分の iPhone のテザリングが使える状態になったので、これで早速さっきの画面に戻って、はい、で、これで YouTube 見てみましょうか。いけるのかな、これ。おおー、あ、見れる、あ、すごい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 、これでいけるんだ。はあ、なるほどね。なんかね、これの暗記をやってる人はみんな自分のチャンネルを見せてたんで、ちょっと私も自分のチャンネル見せるか。ちょっと自分で自分のチャンネル見るの恥ずかしいから嫌なんだけどな。アンパンマンちゃん、ああ、A で検索しちゃった。あ、甘猫ちゃんと出てきた。おー、出てきた。最新の動画見てみるか。めっちゃシュールだな、自分で自分の動画を見るっていう。あ、でも普通に見れるね、大場面で。あー、やめて、あ、やめて、あ、やめて、やめて。あ、でもフルで見れるね、これ。液晶フルで。すごい。普通にテレビ感覚で YouTube 見れるってこと。あ、結構便利だな。ちょっとうるさい。YouTube 以外だと何ができるの？ YouTube ミュージックもそうだし、普通に Chrome が開ける。なんかあれだね、この画面ナビをタブレットにできるみたいな感覚かな。なんかそんな気がしました。あ、ネットフリックス入ってる。そっかそっか、これで自分のアカウントにログインすればネットフリックスも好きに見れるという。あ、これいいじゃん。ちょっと自分の YouTube 嫌だから人の YouTube でも見ようかな。最近ね、ハマってるというかね、結構前からなんだけど、ハマってる YouTuber さんはね、車系でもなんでもないぼっち系 YouTuber なんですけど、コスメティック田中っていう YouTuber さんがいるんですけど、その人のね動画をね毎日見てます。最新の動画は、尿意を極限まで我慢してみたら何リットル出るか、トイレゲームのトイレッツっていう動画を投稿されてました。私じゃないです。なるほど。あ、でもこれは便利だわ。なんかさ、あったじゃん、アマゾンのスティックあるじゃん、あれみたいな感じだよね。で、あれはアマゾンプライムとかに特化したやつだけど、これは普通の何かに特化したとかじゃなくて、
タブレットみたいな感覚で使えるっていうか、もうスマホだよね。スマホっていいのかな、タブレットなのかな、うん、なんかそういう感じだから、自分が見たい画面をスマホみたいなちっちゃい画面じゃなくてもこのナビで見れちゃうっていうのはかなりいいかもしれん。デフォルトでインストールされてるアプリがさ多すぎて、すごい Google 系のアプリがやっぱ強いのかな。あ、でもあれだね、プレイストアに行って自分が欲しいアプリをインストールできるわけだ。今ログインしてみたんだけどこんな感じ。なんかね、自分の好きなゲームとかも入れることができるから、普通にスマホと一緒だよね。あスマホと一緒だスマホと一緒ですね。自分の好きな配置に移動することもできるし、これはねめちゃめちゃ便利。おう、OK Google ができちゃうわけだ。 OK Google、 お腹すいた。近くにスポットが数件ありました。こちらの画像が一致します。なんでお腹すいた時にこんな飯テロみたいな写真出してくるの、ひどくない？嘘でしょ、本当に。あ、スマホと一緒だ。そっかそっか、これでもいいな。だってスマホでさ、なんか車のナビがさ微妙でさ、 Google のナビを使うってことさちょこちょこない？私結構あるんですよ。 Google マップをねカーナビ代わりにねこのナビ画面で見れるっていうのめちゃめちゃいいと思います。これ良くない？結構便利だわ。でこれを画面分割してマップと YouTube 両方見れるようにしたらめちゃめちゃ便利だよね。なんかね、画面分割の仕方が私が機械音痴のせいでちょっとねうまくできないんですけど、でも画面分割が普通の Android スマホと一緒なのでできるらしいんで、それを使ってみるとねさらに利便性アップですよ。こりゃすごい。ちょっとね YouTube 見てたらちょっとお手洗い行きたくなったから、お手洗いだけ行ってきます。ってことで一回エンジン切ります。よし、いいじゃん。あ、一回あれだ、エンジン切っちゃったから画面もう一回やり直しかもしれん。これで、こっち行ったな。あ、でも自動でこれ起動してくれるんだね。 Apple CarPlay はポッドキャストを自動で繋いでおけばこういう表示にはなると。マップを入れ直さなきゃいけないのはちょっとめんどくさいけど、あ、でもログイン画面であれだね、ちゃんと自分のアカウントでログインした後だから、それは、あ、え、嘘、あ、ちょっと待って、あ、入れ直さなくていいんだ。あ、すごいぞこれ、ちゃんと記憶してくれるんだね、頭いい。おお、しかも車のアイコンもバッチリじゃん、さっき設定したまんまだよ。あ、すごい。あ、これめっちゃいいな。あのさ、 Google マップを使いたい時とさ、この車のナビを使いたい時ってあるじゃん。これ使い分けできちゃうのめっちゃ便利。ほら、ワンタッチで使い分けできんのすごくない？あ、これいいな。そうだ、あとねこれワイヤレスリモコンもオッドキャスト用じゃないけど結構便利なやつなんですよ。なんかオッドキャストとセットで買うことが多いらしくって、なんでこれも使うとね意外と、なんだろう、利用する機会多いんじゃない？だってこれさ、今だったらナビを触って操作するでもいいんだけどさ、後部座席に座ってる人がさ違う YouTube 見たいとかってさやるときに絶対リモコンあった方がいいよね。だってね、前の席に座ってる人にいちいち触らせるよりね、直接やれよって投げれるから、これはめちゃいいと思います。なのでね、このリモコンもセットで買ってあげると便性がねさらにアップするような気がしております。あの、このオッドキャストでナビを操作するために使うでもいいけど、普段のねタブレットとかパソコンとかそういうのにも使えちゃうんで、これはね結構1台持ってるといいかもしれません。
はい、ということでね、今回はこちらオッドキャストを使用してみました。実はね、アップルカープレイのついた車に乗るのが初めてだったっていうのもあるんですけど、この子の便利さにも驚愕でございます。いや、すごいな、ポッドキャストすごいぞ。こちら購入は概要欄のリンク先からぜひよろしくお願いします。めちゃめちゃいいです。リモコンもね、合わせて購入されるととっても便利かと思うので、こちら2つセットで購入をおすすめしております。いやでもオッドキャストすごいわ、ちょっと衝撃でした。ということで、じゃあこれからこの Google マップを使ってお家に帰りたいと思います。じゃあねー、バイバーイ。